こんにちは。うぷ主のディスコです。さて、今日が6月6日。全2の発売まで1ヶ月ほどになりましたな。私は楽しみすぎて今からかなりそわそわしております。早くベンチマーク回してみたいよ。と、そんな浮かれているよりも先に、私は今問題に直面しているのです。それが、2つのチャンネルのファイルを、1個の HDD に入れておくと怖い、という問題なのです。私は結構テイク数とか多く動画を撮影するので、編集用のファイルなどかなりの数になります。今現在は2つのチャンネルを運営しているので、2倍の数のファイルの読み書きを行っているわけですね。して、なんで急にこんなことが怖くなったかというと、撮影に使ってる SD カードのデータがぶっ飛んだんですよね。メイン、サブ合わせて4本分くらいの撮影データが星になりましたとさ。で、いろいろ考えてみたわけです。データ保存用の HDD も、レイドを組んでバックアップにするのがいいんだろうか、それとも撮影データを分けるのがいいんだろうか。おそらくレイドを組むのが一般的なんだと思うんだけど、バックアップはクラウドにして、チャンネルで HDD 分けたら、作業効率も上がるし、最悪どっちかのチャンネルのデータは生き残るな。ということで、便利グッズを買ってきたので早速動画行ってみましょう。まあ今回の趣旨としては、チャンネルごとに HDD 分けて、一つにかかる転送量の削減と、作業効率アップって感じですな。ただ、私のシャークーンのケースはこれ以上 HDD が入らない。ということで、平日にもかかわらず、つくもさんにダッシュしてきたわけです。やっぱりつくもさんの安定感は大好きです。買うものは決まってたのに1時間はうろうろしちゃったよ。ということで早速買ってきたものを見ていきましょうかね。買いたいものにはいくつかパターンはあったんだけど、今回は目的に合わせて小型のものを買ってきました。それと今回から画面に占める動画のサイズを少し大きくしてみたよ。見やすくなったかな？ということで1点目。マーシャルというメーカーの、レイドタワー2という商品です。これだけでわかる人もいるかもしれないけど、HDD を格納してレイド組んだりできるアイテムです。それと、サブチャンネルのための HDD も買ってきました。ウエスタンデジタル、4TB です。おまけでつくもたんの冊子みたいのもらった。つくもたんは可愛い。ということで、本来はレイドを組むアイテムですが、今回はこいつに HDD に前差しして、メインとサブ用のストレージ環境を整えていこうと思うよ。レイドも手軽に組めるので、そういう方にもおすすめ。ちなみに今現在のメイン用のストレージは、いつぞやの動画で紹介した。センチュリーの裸族のお立ち台に差し込んでます。HDD がメカメカしく見れて結構好きなアイテムです。今回の感想で裸族のお立ち台が余ってしまうので、これはいつかサーバーマシン用に使おうと思うよ。ということで、早速開封していきましょうかねー。まずはマーシャルのレイドタワーの中身を見ていくよ。一番上には付属品の箱が入っています。中にはケーブルとかネジとか、ドライバーもついてきて親切です。次に衝撃吸収材に挟まれてるのが本体です。サイズは奥行き255、横幅135、高さ125。家庭用ナス製品くらいの大きさだね。そのうちサーバー動画もやろうと思うんだけど、自分で組むよりも市販のナスを買った方が簡単なんだよね。ということで本体を取り出してみましょう。結構メカメカしくてかっこいいじゃん。こういうガジェットで机を埋め尽くしたい。前面には HDD 2機の取り付け部、電源スイッチ、各種 LED となっております。シンプルでいいね。背面はリセットスイッチ、レイドスイッチ、USB 3.0、ファンコン、電源差し込み部。小さい箱だけど、ファンコンもついててグッド。4段階に速度調節できますぞ。そういえば皆様に質問があります。HDD の冷却ってやっぱ重要ですかね。
なんか私のシャークーンのケースは、シャドウで HDD1 機ついてるんだけど、エアフローとかも特になくて若干心配なんだよね。音楽用ストレージだから消えたら悲しい。ということで、こいつにハードディスクをつけていきます。HDD ならネジ止めなしでつくよ。前面のパネルは指で挟むだけで取れます。押し込むとロックがかかる結構簡単なやつ。説明書を見ると、HDD を乗せて横から固定具をつける感じ。固定具が外れにくかったので強引につけてます。数ヶ月お世話になったら族から HDD をお引っ越し。ら族よ、次の仕事まではお休みだ。固定具が外れなかったので無理やり取り付け。みんなは固定具を外して作業しようね。HDD の実装は非常に簡単でした。特に引っかかりもなくすんなり入ります。PC ケースにもこの機能欲しいな。サーバー用とかにはあるみたいだけどね。ということで2個目もつけていきましょう。新品の HDD っていいよね。今からここに無限の可能性が入るわけですな。というか、4TB が8000円って安くね。最近のストレージの価格には驚きを隠せないよ。2つ目のストレージもすっと差し込みます。これだけで実装は完了。簡単でしょ。ということで、配線等々を済ませたら動作に行ってみましょうかね。設置場所はメイン PC の上にしました。レイドタワーは下に衝撃吸収材がついてて安心だね。スイッチポチ。青色 LED がクール。読み書き時には赤色 LED で教えてくれます。見た目は黒を基調としていてかっこいいね。ケースの色とマッチしているのがめちゃくちゃ好きです。ということで、PC で認識されているか確認しましょう。はい。きちんと動画編集用とサブ用がありますね。どちらも先ほど試したところ読み書き正常にできました。では次にそれぞれのベンチマークを取っていきます。利用するソフトはみんな大好きクリスタルディスクマーク。安定だね。ということで双方回した結果がこちら。左が今まで使っていた編集用ストレージ。右が新しく買ったものです。なんかよくわかんないけど、真ん中の項目とか新しいストレージの方が早い感じだね。ウプ主ストレージ類の知識は少ないので、もし詳しい方がいたらなんで同一製品でスコア差が出るのか教えてくださいませ。ちなみにストレージ間の移動の実測値は、だいたい 160MB 毎秒くらい出ていたよ。SSD と比べちゃうとあれだけど、普通に使える速度が出てるよね。ということで、これである程度は動画編集も快適になるのではないだろうか。多分本来はレイドに使ってほしいワズの製品だから、ケースに余剰がある人はケース内に入れた方がいいのは間違いないでしょうけどね。ということで、今回の動画はストレージの増設で動画環境を安心、快適化してみた、となります。今回使った製品は概要欄にリンクを置いておきます。アソシエイトだから、嫌な人は型番で調べてみてね。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた次回。